はい、こんにちは。今回はですね、えっ、ー、と、整備モードの入り方、ちょっとやってみたいと思います。えー、整備モードっていうのは、あの、この車の場合、ハイブリッドなんで、エンジン止まっちゃうと、車検の時とか、検査できないんで、まあ、それをずっとエンジンかけっぱなしにするような、そういうモードになるんですけど、まず、やり方はですね、このスイッチ、これをまず、 2回押しますで押したらアクセルをベタ踏み2回 2> そしたら次に N にしてベタ踏みにもう1回2回で、次に P に入れたらもう1回2回そうすると こういうメンテナンスモードって文字が出てくるんで、そしたら、電源、オンはい、エンジンが動きました。EV モードっていう、こう、モードの照準が出てるにもかかわらず、エンジンがかかっています。 で、トラクションコントロールもオフンされてます。これでエンジンずっとかかりっぱなしですね。これで車検通せます。で、トラクションコントロールだけをオフにしたいときは、今アクセル踏んだあの回数を2回から3回にすれば、えー、トラクションコントロールだけがオフンできるんで、 このプラグインでもやり方は他のプリウスと同じでしたでですねこれがトラクションコントロールをオフにした状態ですこういうメッセージが出てきますねでここにマークついてますよねこれでトラクションコントロールだけがオフになりました で、整備モードもこのモードも解除方法は一回えパワーをオフにしてでまたかけ直せばまた通常の状態でスタートできるようになりますのでまあもしやった場合まあ普通にオフにすれば大丈夫ですんでで、あとはですねこの アクセル踏んだりする作業は、どうも1分以内に全部やらないとダメみたいですね。なんで、えー、お早めにやってください。それでは。